皆様、オカルトラジオへようこそ。今日はどんな恐怖が聞けるのかしら。はい、TSC オカルトラジオ友です。木村です。ケスケです。本日は、いつもホームページの方に投稿来てる話を本当にあった怖い話として読んでるじゃないですか。ああ、そう、皆さんから、皆さんからご投稿いただいてる。ツイッターの DM にも、カラジのオフィシャルの方にも結構来てまして、最近ちょっと落ち着いて読める機会があって、あ、いい話多いなと思って、ツイッターの DM から今回ちょっと絞らさせてもらって、3話、読もうかなと思ってます。はい、わかりました。ちょっとツイッターなので、名前出していいかどうかがわかんないので、名前を伏せて。そうだね、鍵アカも何個かあったんでね。そうなんですよ。には鍵垢だったので、そう、投稿フォームとかだと名前出していい名前書いてくださいみたいなところがあるんですけど、ツイッターだとちょっと分かんないんで ね匿名というか、はい、なしでいきましょうね、はい、ついでにタイトルもちょっとありませんので、そうですね、はい、適当につけちゃうかもっていうところで、あのサムネ用にね、はい、ご了承ください、ご了承くださいという、はい、はい、じゃあまずは、木村さんからいきましょうか、ちょっと長めですよ、はいはい、よろしくお願いします。お願いします。いきなり DM 失礼します。オカルトラジオさんを今日初めて知り、いくつか動画を拝見させていただきました。視聴者からの話も募集しているとのことだったので、こちらで私が1年半ほど前に体験した人生で一番ゾッとした話を提供したいと思います。私は福岡県に住んでいるのですが、実家が佐賀県にあります。昔から釣りが趣味で、福岡の友達とよく釣りに行っていました。その日は、佐賀の地元の友人に釣り道具をいくつか借りており、友人から、その週末に釣りに行くから届けてほしいと連絡があったので、福岡の友人に頼み、車で夜佐賀まで行くことになりました。夜10時ぐらいに福岡を出発し、山を越え、佐賀まで1時間ぐらいかかるのですが、無事釣り具を返すことができました。せっかく佐賀まで来たこともあり、夜まで空いているレストランで食事をし帰ることにしました。その時には12時過ぎ頃だったと思います。来た通りに山を越え福岡に入り、もう10分ぐらい行けば町が見えてくるという山のふもとといった言い方が正しいかわかりませんが、街灯も車通りも少ないところにコンビニを見つけ、一服しようと立ち寄りました。深夜1時頃だったと思います。その時はさほど意識していなかったのですが、そのコンビニは田舎ということもあり、駐車場が広く、私たちがコンビニに来た時には黒の軽自動車が1台、コンビニの喫煙所の目の前あたりに頭を突っ込む形で駐車していました。コンビニでコーヒーを買い、タバコを吸おうと喫煙所のところまで行くと、その軽自動車にエンジンがかかっており、30代ぐらいの化粧が濃いめの女性、かっこ一見水商売の方が運転席に座り、ハンドル付近に携帯を立てかけ、誰かとビデオ通話か何かのライブ配信的なことをしていました。その時はあまり不審な感じもせず、気にせずタバコを吸っていると、その女性が画面に向かって手を振ったりしながら何か喋っているので、私も友人も少し面白く思ってきました。不思議とその女性は目の前にいる私たちを気に留める様子もなく、携帯に向かって何かを喋り続けていました。友人との会話が弾んでしまい、30分ほど経ち、私が友人に車の目の前に立って女性に手を振るようにふざけて言ってみましたが、さすがにやばいということになり、そんな会話をしながらさらに5分ほど経った時、その車から急にクラクションが鳴りました。静かなところなので音はかなり大きく感じ、私と友人は急いでその車に乗っている女性を見ましたが、まさかの無反応でした。確かにその車から鳴ったはずなのに。そのあたりから気持ち悪く感じてきましたが、
あまり気にせず、さらに5分ほど経った時、また同じクラクションがその車から鳴りました。2回目はさすがにと思い見てみましたが、一切こっちに恥ずかしがるでも慌てる様子もなく、画面に向かって話し続けているのです。その時気づいたのですが、女性がたまに前に体を動かした時に女性の胸がクラクションに当たっていることに気づきました。気持ち悪く感じたのと、そろそろ帰る雰囲気にもなったので帰ろうと思ったのですが、その女性が何をしているのか気になり、車の後ろを通って画面を見てから自分たちの車に戻ろうと提案しました。女性に悟られないように時間差で行くことになり、私が先に女性の車の後ろに回り込みました。そして画面を見てみると、画面が真っ暗なのです。しかもただ暗いのではなく、画面がついていない真っ黒でした。通話中で画面付近を押さえると画面が真っ黒になることはありますが、女性はもちろん画面からは距離があり、さらにその暗い画面を見ながらまだ手を振ったり何か喋っている様子でした。私が唖然とし、友人を急いで呼び、友人もその様子を後ろから見て唖然としていました。二人で顔を合わせ、どうするか小声で話し合い、怖いもの見たさというか若気の至りもあり、女性に気づかれないギリギリまで近づいて画面を確認しようということになりました。私が恐る恐る車の運転席側の斜め後ろにしゃがみ込んで近づき、画面を確認しました。ですがやはり画面は電源がついていないスマートフォンでした。そしてもう歯止めが効かなくなった私は、運転席の窓ガラスの真横から女性の顔を覗き込んだのです。そこで私は人生で初めて声が出なくなり、体が動かなくなったのですが、近距離でその女性を見て人形だということが分かりました。毛穴は全くなく、血が通っている人間の肌質ではなく、目もかなりリアルなのですが、完全に作り物でした。15秒ほど体が固まり、心配した友人も近距離から顔を覗いて言葉を失っている様子でした。お互い会話をせず、急いで車に乗り込み、町に出るまで無言で車を走らせました。そこでやっと先ほどの出来事を話し合い、二人とも人形だとそこで気づき、私たちが来るより先に止まっていたので、1時間近くそこにエンジンをかけ、人形を座らせていた誰かが近くにいたのではないかと、先ほどの出来事を分析すればするほど気持ち悪く感じ、この話をするのは明日昼になってからにしようということになりました。クラクションでリアクションがなかったことや、確かに今思えば同じ動きの繰り返しだったような気もし、人形の前で1時間近くタバコを吸っていた現実にもゾッとしました。そして誰かがそれを設置し、どこかで私たちを見ていたのではないかということや、そのスマートフォンはカメラになっており、私たちを撮影していたのではないかと、考えれば考えるほど怖いというお話です。その友人以外は、もちろん誰も信じてくれず、今もそのコンビニの近くを通ると思い出してゾッとします。この話は一切作り話でもなく実話です。ちなみにコンビニはローソンで、2020年10月18日の深夜の話です。長くなって申し訳ありません。もし面白いと思っていただければ動画で考察をお願いします。長い話でしたね。すげえ長い話でしたね。面白い面白い、不思議な話だよね。その人形が
動く人形ってことだもんね。なんかこう、まあ、2020年、うん、それこそコロナ禍で配信する人も結構増えてたと思うし、なんかもうパッと見て動いて、なんかがテレビっていうか携帯があって、うん、ハンドル付近に配信してんだって思っちゃうぐらいの動きの滑らかさというか、うんうん、なんか喋ったりしてるっていうのは口も動いてんのかな。そうじゃないとね、辻褄が合わんよね。だからなんかすげえ、なんていうんですか、発明家の実験みたいな、うん、電力は車から取って、うん、あ、なるほどね、人を騙せるかどうかみたいなのを見てるのかなっていうふうにも思ったし、うん、軽自動車なんですよね、止まってるのが、うん、そうだね、だから結構狭いじゃないですか、うん、その中で後部座席とかに隠れてね、あの棒で、うん、手とか動かすみたいなことも、でも後ろを回り込んで携帯を見てるから、ちょっとそれもないのかな、それだったら気づくかなとも思いつつ、そう、なんかそこで初めて人形って分かるぐらいのリアルさ、間違いなくオリエント工業ですよ。なるほど、オリエント工業の作品だと思いますよ。そうですね、うん、はい、でもあそこ動くの作ってるんですかね。まあ動く仕様に変えたかもしれませんよね、誰かがね。ちょっと今参考画像出しときますけど、こういうのですっていう、こういうのですね、はい、まあ確かに毛穴はないわ多分、うん、ないね。うーん、なんかその目的があんま分かんないというか、分かんない、うん、なんかドッキリとか本当撮影したいのであれば、うん、もっと人がたくさんいるコンビニでやった方が、うんうん、なんか反応が見えやすいと思うし、うん、なんか雰囲気的にもうその軽自動車、黒の軽自動車と私たちしかいない、しかもどれぐらい1時間ぐらいだったっけ、うんうんうん、はその2台しかないでしょ、うんうん、そこでなんかずっとそれを動かしてる、まあそれが機械だったとしても、なんかロボットみたいなだったとしても、うん、なんかそこでやる実験というか、そこでやる意味がないっていうか、うんうんうん、これがちょっとはっきり聞いてみれば分かるのかもしれないですけど、うん、車覗き込むじゃないですか、うん、顔を、うん、その時に人形だって気づくじゃないですか、うん、その時動いてないね、思った、うん、なるほど、止まってる人形だったのか、うん、どうかっていう、もう後ろに近づいた時とかも、うん、どうだったのか、まあ、手を振っとったりとかしたのかっていうのもめっちゃ気になった、うんうん、後ろから見た時は手振ったりしてるんで、うん、その映ってない画面に向かって、うんうん、だからその時はまだ動いてるんですけど、本当だ、覗き込んだ時に動いてたのかどうかっていう、うんうんうん、でもそれだったら止まってたって書く、動いてなかったんですって書くと思うんですよね。そうか、だから動いてるけど毛穴とかが全くない人形、そうだね、でもこれ人形って書くかな、ロボットみたいな、あー、そうか、うん、だからもうめっちゃ人形ってわかる、うん、人形、そう、止まってる、覗き込んだ時だけ、え、人形やん、うん、みたいな、うん、あとさ、動いてるって言ったけど、その胸がクラクションに当たってるって、うん、まあ、軽自動車だったとしても、うんうん、結構前後に揺れないとならないと思うじゃん。そうですね。ほんでなんか一回クラクション鳴って、その5分後にまた鳴って、うん、じゃん、なんか同じ動きしてるんだったら、うん、もっと1時間前から頻繁に鳴っててもいいのになって、うんうん、5分ごとに、そう、うん、俺もそれ思ったっす、ね、うん、だから強弱がある前後の動きもしてるっていうことなのか、うーん、いや、なんか人形配信とかしてる人いるのかなと思って今調べてみたんですけど、あんね、やっぱ出てこんすね。なるほどね。なんか無言配信っていう人有名になったじゃないですか、 TikTok 有名になった、うん、あの人とかみたいな人もいるから、うん、そのなんかちょっとアンドロイド的な感じでやるみたいな、うんうん、だからそういう、もしかしたら本当に人形を使ってやってる人もいるかなと思ったけど、なかった、ちょっと探す限りではないっぽい。コンビニの店員さんとのなんか関係はあるかもしれないよね、うん、あ、防犯みたいな、あ、なのかな、うん、ちょうど喫煙所の向かい側ぐらい止めてるっていうとこも、うん、ヤンキーが実はすごいたまるから、うん、その峠を攻めてきた暴走族とかが、うんうん、しかも福岡
佐賀なので、うんうん、黙るからそういうので脅かすみたい な、うん、なんか逆に話題になりそうな気もするんですけど ね、うん、あと喫煙所付近でヤンキーたまるから、うん、そこの近くにやってるみたいな風にも思うんすけど、うん、だったら喫煙所かでタバコ吸ってるわけですよね2人は、うん、で盛り上がって30分ぐらい喋ってる間にその距離感で例えば真横から隣の車でなんか動いてるのが見えただったら、うん、髪の毛とかで隠れて人形って気づかない可能性があると思うんすよ、うん、でもまあ向かい側、うんうん、でもまあ目の前で手振ってみろよみたいなこと言ってるからちょっとずれてるというか、うん、あそうだね、うん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 、にしても、まあ、向かい側から見てたら、うん、人形だったら気づきそうだけどなって思うんですけどね、まあ、コンビニの明かりとかでね車内も見えてそうだけど、うん、まあ分かんないその喫煙所がの窓がないところとかだったら暗いかもしれないしあまあまあそうですね、まあ うん、そのなんていうんですかねそのカクカク動くぐらいの人形が気づけないほどの距離じゃない、うんうん、まあそうだね、うん、あったとしても 1.5 メートル1メートルぐらいまあまあ近くてもそんぐらい、うん、軽自動車だもんでボンネットの距離もねそんなないしね、うんうんうん、でなんかちょっと改造しててスモーク張ってるみたいなのだったら、うん、あれですけど正面から見てたら、うん、フロントからも見えると思うんでそうだねマジで滑らかに動いてないとなんすよ ね、うん本当ねうん、そうだねただそれが最後見た時に動いてなかったのであれば、うん、違うものを見てるってなれるなっていう風に思ったんすよね、うんうん、確かに、うん、でなんかこっちを撮ってるその携帯を置いて誰かがこっちをカメラで撮ってるんじゃないかみたいなのがあったんすけど、うんうんうん、それだとちょっとずれてるから、うん、なんかそんなにこっちを撮ってる感ではないのかなと思う。まあそれはでもその人たちがそこに立ってたからっていうことだよね。壁を撮ってたって、あでもまあ結果真っ黒なんで撮れてはないですもんね。あ、そうか、うん。うん。動いてないんで。そうか。はい。撮ってないか。撮ってなくて、ね、なんかそれをなんか誰かが見てるとしたら、うん、え何を見てんのみたいな。やっぱコンビニの店員さんじゃない？エンジンかけっぱなんですよね。そうか、うん、エンジンかけっぱなしで、まあ、1時間以上、うん、その駐車場に置きっぱなしにしてるっていう、うんうんうん、人里離れたコンビニで、うん、と僕ら豊橋っていうところに住んでて、はい、新城の方もっと山奥に行くと、はい、東栄町とかあるじゃないですか、はいはい、あっちの方のコンビニにあるっすね、うん、一軒ねみたいなのを見かけたりするけど、うん、なんか例えば木彫りの人形だったりとか、はい、でもすぐ見てわかるというか、うん、でそれが車の中にマネキンが置いてあっても、うん、絶対わかると思うんですよ、うん、ちなみにまあ、俺がさっき出したオリエント工業の人形、うんうんうん、こんな感じうんうん、これがナチュラルに動いてたら分かんないとは思いますよ ね、分からんね、うん、結構リアルですよね結構リアル、うん、それが実際座ってて最後動いてなかったならすごいいいな、うん、幻覚を見てるというか、うん、はいはいはい、うん、マジで目的が意味不明分からんし、うん、その中に、うん入って人が入ってるとか、ああ、かぶってるっていうね、うんうんうん、でも1時間ずっと動いてるってことそれで、うん、配信もせずいやきついっすねきついよね、うん、あのさ変更フィルムっていうかさ、うん、あの覗き防止フィルムみたいなのはどうかね本当だそれにしとって、うんうん、で中に人が入ってて、うん、その人形の中に、うんうん、っていうだったみたいなうんあでも後ろから回り込んだ時だったら見える可能性あるよね変更フィルムああそうかまあまあまあでも結構角度きつ結構きつめなやつあるもんね、うんうんうん、正面から見てもちょっと暗いやつとかありますもんねそうか変更フィルムの可能性かうんそれもあるかもね
でもどうですか、あれ光ってるかどうかも分かんないですか。そこなんだよね。ねしかもその偏光フィルム結構青みがかったりしてるから、なんかあフィルム張ってるなって分かりそうでもあるけど、ただまあ状況が状況だから。そうだ、ね、正面は光ってるんだったらその人形の顔は光るんじゃないかね。あ、そっかそっか。真っ暗、その電源オフの状態っていう判断はしないかなって思うんだよね。いや難しい、目的がマジで分かんない。分からんね、うん、まあでもその状況に陥ったら、いやめちゃくちゃ怖いよね。めちゃくちゃ怖いです。なんだこれっていう、うん、不気味さがすごいっていうか、そのなんか黙ってちょっと明るいところまで行くっていう気持ちもちょっと分かる。すごいリアル、すごいリアル。明日の昼にしようぜみたいな、あのケイスケと本坂行ってなんか今日やべえねっていう時あったじゃないですか、ありましたね。あん時もちょっと黙って運転したもんね。ちょっとなんかついてきそうっていうか、ここで言っちゃうと後で言うわみたいな感じになって、どうしたんだろうってなった時に、なんかあ今回ガチっぽいなって思いましたね。でもすごいその感覚は分かるっすよ ね、うんうん、防犯でコンビニでやってるのであれば、多分もっと有名になってそうというか、まあまあね、そうだね。で怖かったから、で調べてると思うんですよね。でなんかヒットするんじゃないかな。確かに、場所もあれで書いちゃえば、でもそれでもマジで、でもみんなに話すけど、みんな信じてくれんぐらい自分の中で話題にしてて、それでも引っかからないというか、分かんないことだから、マジでその偶然その日だけあったことみたいな風にちょっと思える。そうだね、なんかテストしてたとか、まあ福岡県から佐賀県への道、だいぶ多分峠とかだったら限られると思うんですが、限られそうですね、だからまあ同じような体験しましたとか、聞きたい、聞きたいよね、見たことありますとか、まあそれ置いたの私ですとか、またそういうのをさ DM なり、なんかオフィシャルサイトのタックーさんに聞いてみますわ。ああ福岡なんで思いっきし本当はね、確かに。またちょっと教えてください、はい、結果をちょっと電話した時に聞いてみます、もし知ってる方もコメントするなり、Twitter の DM するなり、ホームページの投稿フォームに投稿してもらうなりしていただければと思います、はい、ありがとうございました。ありがとうございます。じゃあ続いて2話目ですね、行きましょう。はい、はい、じゃあちょっと短めのお話を読ませてもらいます、この話は私が一人暮らしをするために準備をしている時に聞いた話です。私の知人 A がその時 A が思い出したかのように言いました。A の知り合い D が体験したものになります。D が県外で一人暮らしの物件を A と探しているときのこと、とある物件で、立地、アクセスなど環境がいいので、ここに決めようという話になり、内装を写真に撮り始めました。撮影が終わり、帰宅し親に見せました。特に変わったところもなく、問題ないかと思い、最後に窓のところの写真を見たところ、隣の家の中も映ってしまっていたのですが、なんとそこに包丁を持った中年の男性がカメラ目線でこちらを見ていたそうです。心霊写真なのか実際に撮れてしまったのかは分からず、 D と親は怖くなり急いで警察に対応してもらったそうです。 D は親と相談し他のアパートに決めたようです。それからそこはどうなったかは分からないです。どこの県かは分からないですが、多分都心かと思います。というお話ですね。まあ、家が家同士が近かったっていうことですね、アパート同士が。そう、近いアパートの隣のアパートの人が包丁を持ってこちらを見てたっていうところがカメラに映っちゃったっていうことなんですけど、見たいその写真ね。えめちゃくちゃ怖い、カメラ目線だからね、怖いよね。めちゃくちゃ怖いですね。その時に逆に気づかなくてよかったなっていう感じだよね。気づいてたらさ、もう速攻で逃げ出したくなるもんね。無理無理無理って言って、
そのなんかちょっと結構はしょったところがあって、うん、これその内覧してる時に、うん、隣のアパートが近いねっていう話をしてて、うん、だからここカーテンつければいいかみたいな話をしてるらしいんですけど、うんうんうん、そこで向こうの部屋が見えてるこの距離で、うんうんうん、っていうことを意識してる間で写真を撮るから、うんうん、もしいたら分かる、多分分かってるよね、うん、そうか、じゃあ心霊写真か、心霊写真じゃないのかなって、ああそうか、うん、思いましたよね、ちょっと、ね、でもそれ警察持ってって対応してもらったってことだよね、うんうん、あでもそれがどう対応してもらったのか分かんないですけど、分からんけど、うん、こういうことがあってってことを報告したってことか、うんうん、受けた警察からしたらさ、なんかこれ本当に人なのか、一回現場には行かんとかもしれない、うん、ああそうか、うん、もう通報を受けたなら、そういうのって調べた結果どうだったって報告来るんですか、うん、いや来ないんじゃないの、来ないですよね、うん、心霊写真かな、うん、包丁持った、うん、心霊写真あんま道具持ったイメージないけどね、人が出てるのは、うんうん、確かにね、だからその写真があったらすごい、まあ見てみたい、見たい、どんな感じなのか、うん、でもその友達の友達の話なんで、そうか、そう、送ってくれた方のところまでは、なるほど ね、なんか新たな都市伝説みたいな話なのかもしれんね、ひょっとしたら、確かに、かその部屋だけめちゃくちゃ人が変わるとかね、空き家になるとか、その包丁を持ってる人が来るからみたいな理由で、うんうんうん、その部屋である話みたいなね、うんうんうん、あ心理的瑕疵物件みたいになってるかもしれないし、うんうんうん、でなんか隣の部屋の中から見てると思ってたけど、うん、窓に映った自分の部屋みたいな、やば、それ怖い、やばパターン、あやだ、ね、怖いですよね、怖い、まあ、な中にいたってことでしょ、そうです、そうです、うわ怖い、鳥肌きた今怖い、怖い、うん、なるほどね、ね、ありえるですよね、ありえる、ありえる、距離が近いのが不利になってるというか、なるほどね、いいねそれね、あいい、あ怖い、実際に住んでみて、うん、そっからき、あでもそれそんだけ距離近くて映ってたら気づかないわけないですもんね、まあその実際にいて、ね、うん、そうだよね、撮ってる時に気づかないはずないんで、本当だね、心霊写真かな、うん、これの心霊写真があったらもう多分テレビ出れるぐらいの、いや出れますね、怖い話ですよ、うんうん、で今の考察込みでの話を映像化して呪いのビデオとかでやってほしいです、うん、本物チックにして、いいね、しかも、うん、そのあれだよね、その実は自分たちの部屋の中だったっていう風にしてほしいよね、うん、いやそうですね、そうそうそうしてほしいけど、うん、それでもすげえ映像化するの難しそうだなと、いや絶対むずい、めちゃめちゃむずい、ね、種明かしの部分がなんかむずいなと思って、うん、あれ結構カメラ振り回すじゃないですか、うん、そういう投稿映像系って、うんうんうん、だからこれ写真を撮ってるとかじゃなくて、うん、後ほど動画を見たらその近い、うんうん、まあ、まず女の子2人で内見行くじゃないですか、うん、でわーって見て、いや窓近いねみたいな隣と、うんうん、まあ、カーテンやろうとこっていうところも撮ってるんですよ、うんうん、でその後最後この部屋ですってやってるところに、うん、一瞬、うん、そのさっき言ってた窓が映った時に、うん、包丁を持った男の人がこっちを見てるのが映る、うん、映る、で後で見返したところそれが映ってたんで、うん、投稿しましたっていうのになって、うん、リプレイってなってそれが流れるんですけど、うんうん、実はって言ってそのバンって振った時に室内にその男立ってる、うんうんうん、あーなるほどね、うん、そういうことか、そしたら人怖、それいい、ね、そしたら人怖になるっていう、うん、それいい、でもそっからどうなったのって、キャーッつって携帯落として出てくパターンもありだし、それにも気づいてなくて出てくみたいな、ね、その包丁持った男が部屋の中に幽霊として立ってるみたいな、うんうん、ああ幽霊としてか、うん、どっちでもいけるかなっていう、キャーってなって走って逃げてくのもいいし、気づかずバーってなって幽霊みたい な、ね、でそこでもう一回出てくるわけ、うん、お分かりいただけただろう、お分かりいただけただろう、2回、1話で2回出てくる、そうです、あなるほど、まあでも2回っていうかお分かりいただけただろうかって言って1個目のそれがあった後にみたいな、うん、で言うか、うん、マジで言わないパターン、あどっちもあります、ね、ああそうなんだ、うん、首の家とかそうだもん、あそうですね、うん、うんうん、そうだからちょっと短いお話ではあったっすけど、うん、まあ結構なんかライトに話すのにすごいいい、すごいいい、めっちゃいい、うん、うん、よかったです、うん、ね、朗読もよかったですよ、マジっすか、よかったですよかったです
今回バチバチに編集されてますね。読んでたもんね。はい、読んでたもんね、だってね。そうですね。そうですよ、あの、ね、投稿してもらったやつに、うん、振り仮名も書いてありますからね。前回もそうなんだけどな。そう、でもすごい素敵なお話だな。ですね、うん、映像化したくなるお話だよね。うんうん、なんかあんまり聞いたことない話。まあそうだね、うんうん、内覧になんか心霊写真が写るみたいなのは結構あるけどさ、うんうん、その向かいの、ね、隣が近くて隣の家がみたいな、うんうん、その中に、うん、じゃあ隣の家でなんか事件起こったのかみたいな、うんうんうん、そうだよね、感じになりますからね、うんうん、投稿ありがとうございます。ありがとうございます。はい、じゃあ最後の話ですね、はい、じゃあ読んでもらいましょう。はい、突然の DM 申し訳ありません。いつもラジオを楽しみ知識を得させていただいております。早速なのですが DM をお送りさせていただいた理由は、風習にまつわる怖い話を聞いていた時にふと思い出したことがあり、少しでもラジオのネタになればと思いお送りさせていただいた次第であります。現在私は一人暮らしをしているのですが、まだ私が高校生で実家に住んでいた時の話です。実家は愛知県半田市の山や田んぼが大きく広がるかなり変わった読み方をする町にあります。同級生も片手で収まるほどの人数しかいません。そんな町で女子高生をしていた私は、ある夏休みの早朝、家の外に騒がしさを感じ目を覚ましました。なんとなく男の人たちの声が聞こえ、父の友人でも来たのかなと思っていましたが、急に「え？本当に？」などと慌てた様子の母の声が玄関から聞こえてきました。2階で寝ていた私は飛び起きて玄関を降り様子を見に行きました。玄関では父と父の友人が母に何か説明をしています。外ではめったに起こらない外飼いの愛犬が狂ったように歯茎をむき出しにして吠えています。少し声を挟んでいいのかと迷いながらも、どうしたの？と聞きました。神様の通り道でキジが死んどる。私は初めて聞く神様の通り道という言葉に困惑しましたが、父がおいでというので家の外に出てついていきました。小さい頃から見慣れた家の外周の通路は、太陽が当たる東側は花が咲き、生垣で太陽が当たらない西側は苔が生えてジメジメしていました。そのジメジメした苔が生えた西側の裏の通路のど真ん中でキジが死んでいました。それを父と父の友人の肩越しに少し離れたところで確認しました。羽が散らばり、少し血が苔に滲んでいます。ふと愛犬の方を見ると、どうやらこのキジに吠えているようでした。ここ神様の通り道だもんで、生き物が死んどると神様が怒る、と父と父の友人は真面目な顔をしていました。私はオカルトや都市伝説や風習などの話が好きなので、どうせ鳥に触ると病気がうつるからということなんだろうなと思っていました。いくらなんでも子供じゃないんだからと少しムッとしたのを覚えています。この死んでしまった記事を埋めると父が言うので、私も手伝うよと申し出ましたが、父は女はあかん、近づいちゃいかんと言いました。それから父と父の友人は家の庭で一番遠いところに穴を掘り、キジを埋めました。その間、私と母はそれを遠くから見ていました。話はここで終わりです。今思い出すと、その外の通路の壁一枚隔てた部屋の中に神棚があった気がします。特にオチもなく、何一つ父の言葉の理由を聞き出せませんでしたが、なんとなく変な雰囲気で聞きづらく今に至ります。豊橋の方にはこのような風習はありますか？いろいろ友達に聞いてみたのですが、このような風習はないとのことです。とオカルトラジオ。すごい不思議なお話だ。いい話はここでおりますっていうところがすごくいいね。うんうんうん、まあ、それ以上でもないないっていう、うんうん、うわ、なんかでも
そういうさ、オカルトとかさ、不思議な話好きだったらさ、ちょっと父ちゃんに聞いてほしい。ちょっとね、聞きたいところはありますよね。今どうなんですかね、ご存命というか。どうなんだろう ね。だから今からでも遅くないというか、うん、全然聞けるよね、うん、聞けるんであれば、まあ、お母さんの方にも聞いてもいいかもしれないですけど、うんうん、そうだね、うん、まあ、でもそのね、お父さんに聞けなくても、うん、地元半田で聞けば出てきそう、うんうん、ねえ、まあ、神様の通り道に、だってみんな集まってきてるわけじゃないですか、うん、そんなことがあったのかみたいなことで、だからその村では、まあ、普通のことっていうか、うん、みんな知ってることってことだよね、うんうん、そこが神様の通り道だぞっていうのは、うんうん、でもそこで息絶えた記事を置いたのか、誰かが、うんうん、なるほど、うん、なんか羽も散らばってるって言ってたんで、いい、ね、俺は犬が殺したのかなって思った、ねえねえねえ、ちょっと思ったけど、あ、なるほど、うん、でも話し飼いじゃないね、外飼いって言っても多分つながってるよね、うん、まあまあ、繋がってると思います、ね、だからなんか野犬とか、まあそんな、まあ、そういう何か獣に襲われた、でもそれを記事に向かってずっと怒ってるみたいなね、うん、そこどけみたいな感じ、あ、いや、犬が神様入り込んでるみたいな、いや、犬がその神様の使いみたいな、狛犬みたいな感じでいるのかなって思ったけど、確かに、やっぱり神様が怒ってるのが見えるっていう説は、犬が、あ、そこに行った記事じゃなくて、実は記事に向かって吠えてるって書いてあるけど、うん、記事の近くに怒った神様がいて、それを見て怒ってるみたいな、うん、それか神様の通り道に死骸があることがどうってよりかは、うんうん、神様の通り道を邪魔したらいけないみたいな、うんうん、たまたま記事が通っちゃって、そこに神様が通って、うん、記事を殺したのは神様、うん、それももう、うんうん、それもあるなと思って、ね、なるほどね、うんうん、で凶暴な、わからん、神の常識を知らんもんであれだけど、うんうん、凶暴な神様だなってちょっと思っちゃった。いや、そう、神って言ってるだけで、うん、実際は神様じゃないかもしれないですよ、はい、いいね、いい、ね、いい、ありそうよね、いい、それを村で守ってるっていうね、いいよそれ、ね、いい、あるパターン、あるパターンですよ、なんか、あるあるある、なんかそういうの、荒神みたいなね、うん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 、逆に神様として祀らないとなんか怒りがあるみたいなね、うん、災いがあるみたいな、で女子供を、うん、生贄に捧げてたというか、あー、なるほどね、その時はだから、うん、お前たち近寄るなみたいな、うん、ありえるなっていうのを村で男たちがやってるみたいな、うん、小鳥箱とかね、そうそう、あれだよ ね、女子供、うん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 、あ、そうか、でもさ、まあ我々は愛知県豊橋だけど、はい、この話は半田の話じゃないですか、うん、半島が逆の方っていうか、うん、あれですね、あ、うん、そうかそうかそうか、なんか同じとは、あの、愛知県なのに、うん、なんかこんな話があるのがね、うん、なんかすごいさ、あ、まあ、こうやって言っちゃあれだけどさ、例えば島根のとかさ、うんうんうん、なんかさ、わかんないけど、群馬のとか、ね、とかさ、なんかさ、うんうん、そういうなんかね、もう山の田舎の代名詞みたいな、ね、奥深いところにね、うん、そうそうそう、だったらなんかわからんことないけど、なんかすごい親近感あるっていうか、うんうん、こんな愛知県の中でそんな話あるんだみたいな、うん、まあまあ同級生も数少ない本当に山の方なのかなっていうのはちょっとなんか想像できるけど、にしてもね、うん、なんか、あ、愛知県でもこういう話あるんだなっていうさ、いや、だって新城の方の奥の方なんて、うん、俺ら何も知らないですけど、うん、記載とかも全然やってるし、やってる、うん、似たような違うけど、うん、そういうその場で進行されてる風習みたいな、うん、あるかもしれない、そうだね、なってすごい思う、うん、そりゃそうだ、でもこのお父さんのあの方言にちょっと分かる、めっちゃ分かるマジでこのまま読んでますからね。そう、なんか半田で、まあ、近いところでそれが起きてるっていうのもすごいちょっとなんていうんですか、ゾッとする部分ではあったっすけど、うん、知らんだけで多分豊橋とかもありそうだなっていうのは、ね、実は、うん、あるのか、そうか、うん、知らんだけで、うんうん、だってそれこそあのトモくんが、うん、とあるね、まあ、僕らもツアーやった時のスタッフの猫から聞いた、うん、その子出身の町のお祭りがこういうのがあるみたいなのを話してたんですけど、それも言っていいのか分かんないから今日話さないですけど、 あのね言っていい、前一回言ったことがある、うんうん、うん、放送で、うん、動画で、豊橋の隣の町の田原っていう
市があるんですけど、うん、そこのちょっとどこかは分かんないですけど、うん、その子のところでは絶対にその見ちゃいけないお祭りっていうのがあるっていう、そのおみこしとかが回るじゃないですか、うん、そのおみこしとかを見ちゃいけないから、うん、通学路も変わるし、うんうんうん、時間割も変わるし、その祭りの日は、うん、っていうなんかね、めちゃめちゃ独特な、独特、うんうん、それがこんな近くであることをまず知らないし、ね、知らなかった、うんうん、なんか結構いろんな怖い話の考察とかで、うん、いやこんな不思議なことやってるやついたら、うん、噂になってるでしょみたいな、うんうんうん、言ってますけど、うん、こんな身近なことを知らないんで、本当だよね、うん、あるんだね。でもそいつはね言ってたよね、それが普通なんでって言って、うんうんうん、だから、うん、それを言うこともないんだよね、他の人に、うんうん、それが普通だから、うん、それ広がらないわっていうね、うん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 、いやそうね、そうですね、しかも結構なんていうんですかね、半だってところはまた距離感もいいですよね、うん、いいね、たまに通ったりするけど、わ、うんうん、かるわかる、うんうん、なんか目的がちょっとあって行ったりするけど、うん、なんかそんな知らないし友達も別にいるわけじゃないぐらいなところなんで、なんかすごいちょうどいい距離感、うん、そうだね、うん、まあそういうお話をね、うん、もらいましたけど、いや本当に何が、うん、なんかね、その神様が通るってことは近くにさ、やっぱ神社があるんだろうね、うん、でそのなんていうのかな、南北にその道って走っとる感じじゃん、はいはい、だから本当にさ、鳥居の正面になんかその道があって、うん、それがこうずっとうちの近くまで続いてるみたいなさ、そんな感じかなって想像するに、うんうんうん、神様のその神棚、うん、もなんていうんですか、結構いろんなしきたりありますもんね。ああそうなんだ。なんかその1階2階建てで1階に神棚を祀るときはその上にあの天とか書いてある、雲とか、あるあるある、その神様を踏んじゃいけないっていうのでやるんですけど、天井に貼るっていう、うんうん、まあそういうのもやらんかったらなんか運が悪くなったりとかっていうか、神様怒ったりするんじゃないかなとか、そうだから殺されたの記事でよかったなってってちょっと思いましたけど ね、もし、ね、そう神様のあれでどうってなってたら、うんうん、人だったらとかね、うん、ねマジで、うん、そうだね、可能性としてはね、うん、なんかそれがあの神様が怒って殺したパターンもそうですけど、うん、その村での嫌がらせじゃないですけど、うん、その神様の道が通ってる家、うんに対してそういうことをしてこの家を不幸にさせるみたいな、うん、なんかそういう村の中でのいざこさみたいな、ね、うんうんうん、思ったよ、わかるわかる、うんうん、とか出てきたらそれもそれでなんかすごい嫌だなっていう、嫌だね、うん、掘り下げたくないところだよね、うんうんうん、そうだね、うん、どうしよう、もう小鳥箱、それこそ小鳥箱みたいにさ、うんうん、その自分のところに回ってくるのが嫌だからみたいな、うんうん、放置してたみたいな、あーなるほどね、うん、でもまあ今ケースケの鳥でよかったっていう話を聞いて思い出したんですけど、うん、動画でもまあ過去何回も言ってますけど、うん、小坂井ってこの豊橋の隣にあるところの、うん、そこの道、うん、では毎月1日、あ、じゃあ毎年11月の1日だったかちょっと忘れちゃったんですけど、うん、スズメを殺すみたいな、うんうん、その最初に通るスズメを殺すみたいな、うんうん、なんとか祭、なんか射的の射にスズメって書いて、うんうん、祭りって書く、うんうん、風習があったっていうのを文献で読んだんですけど、うんうん、それもともとは人間だったらしいですからね、一番最初のに通る人を殺してたっていう話もあるんで、で人間はダメだっつって鳥になったみたいな、うんうんうん、すげえ風習だな、ね、うん、そうだから結構豊橋にもそういうみんなの知らない風習はあるでしょうし、まあ、近くにもね、うんうん、なんか、うん、ずっとその地方に行ったらそれが変わってるなって思わないですけど、うん、まあ、大人になって外出たりした人たちは、うん、そういえば地元のあれ不思議だったなみたいなのっていい、ね、結構あると思うんで、いいね、聞いてみたい、うん、それをちょっと皆さんの募集したいですね。ですね、うん、豊橋なんかあるっすか、なんかやってました、まあ、木村さん昔あの数珠を
その回すやつは大きい数珠を回すみたいなのがあったって言ってましたよね。ほら、なんかあったかな。それこそ鬼祭りの粉投げまくるとかも、うん、あそっか、うん、まあそうだね、うん、まあ俺らは常にあれを見てるから、うん、町おこし町おこしでしょ、うん、町おこし町おこし本当そう、本当そうなんですよ。とかは、うん、うん、後から見たらだいぶなんかあったかな。まあ鬼祭り確かにねって感じだね、うん、それこそ東映の花祭りだって、あーね、うん、めちゃくちゃ怖い鬼が踊りに来るみたいな、ね、でその踊りもなんかすごい独特なんかね。それの祭りに参加してる後輩がいて、うん、話せない話がめちゃくちゃあるって言ってた。そうなんだ、うん、へと言っちゃいけないことがたくさんあるみたいなのを聞いたっすね。へ、言っていいんですかねこうやってそうなんだ、いいんじゃないですか、そこまではまだ言ってないから、うんうん、言ってないからみたいなのが結構あるって言ってて、それって花祭りだもんで話せないってこと？違います、あの今のはナチュラル的にあの事故っちゃっただけでだったら話せない祭りですもんねそうね、そうそう、うん、だからなんかその本当に町内の祭りでも多分ちょろっと違うところの町内の祭り行ったら全然違うことやってるわみたいな、あるある、ことも多分あるから、それのルーツ辿ってったらなんかそういう何かが元は何かだったみたいな、うんうんうん、それこそスズメじゃなくて人だったみたいな、最初殺してたのはみたいなことが出てくるんじゃないかな。だからさ、この放送を聞いてふとあ、なんか子供の頃ああいうのあったけど、うん、あれって何だったのかなみたいな風に思うことがあったら、うん、ちょっと教えてほしい、うん、確かに、うん、でも俺も今ちょっとケイスケと木村さんの話を聞きながらすげえ思い出しとったんですけど、全然思いつかん思い出せないだからクリスマス会とか行ったなって今思い出した子供会のね子供会の初めて自分たちの町内でやった時はプレゼント交換って、うん、なんか各々が持ってるやつを隣に回してで回してたのが、うんうん、途中からなんか何番のやつを持ってくとか、うん、で変わった時にこれ回すじゃないのって最初になるじゃないですか、うんうん、なる。でもなんか違うところで俺ら回してたんだよって言ったら何そのやり方、もうどれがどれか分かるじゃんみたいな、うん、そうだねって言われた時確かにってなったっすけど、その時はそんなこと俺ら回す方式だったよね、回す方式だったっすよね木村さんの時はジュースっすもんねクリスマスのプレゼントでジュース回すごちゃごちゃになっとるな話がまあでも本当なんか思い出してあこれ不思議だったなっていうのがあればコメント欄に、うんうん、まあ書けなければねホームページの方でもいいですし、うんうん、まあオフィシャルのツイッターのDM でもいいですし、うんうんうん、一回その県外に出てたりとか、うん、で気づいたことがある人はあれ不思議だったなってのが分かると思うんで、ね、そうだね、うん、いろんな話を聞かせていただければなと、ね、あちょっと奥さんにも聞いてみよう。あいいねいいねいいね、聞いてみよう。それこそね豊橋来てこれ変だよみたいな、あ逆にね、まあまあね、うん、それもあるかもね。あるウェルシアンに深夜行った時にさ、深夜じゃない、薬局ね、薬局に夜行った時にさ、あの女子高生らしき女の子がアイスのところでこれお父さん好きだにって言っとったのを、何何言ってるっつって方言はしょうがないじゃない言ってたからダニって言ってたあ俺もダニダニ言ってたずっとと思って俺あの初めの一歩、みんな分かるか分からんすけど、うん、初めの一歩で田舎に合宿行くんですよ、あの会長の友達のところに、うん、何々ダニって言うんですよ、その人が、田舎の人が、田舎の人が、うん、それすげえバカにしてたんですよ俺言ってるやん、言ってると思ってダニダニ言ってると思って、うん、それこそあのみんなエスパーだよの収録っていうか撮影で、うんうん、みんなが琴屋橋で撮影してる時、うん、あの僕が働いてるお店にみんなよく来てくれてたんですけど、うんうん、その三河弁のなんていうんですか、レクチャーっていうか教える係の人も仲いい友達の人でいろいろ教えた結果あれになったんですけど、うん、やっぱなんか誰々言っとるのおもろいですもんね、分かる なんか改めて、うん、誰々聞くとめっちゃおもろいなって、うん、
あの豊橋のラジオですけど、萌え萌えのねラジオ、うん、ずっと三河弁でやるじゃないですか、うんうんうん、あれとかも聞いとると、うわ俺ら普段こんな喋り方してるのかなって田舎臭いラジオと思ってだからたまにコメントとかでなんかそういうなんかあの懐かしい感じがして、うん、あの聞いてますみたいなさ、そういうコメントもね、はい、ありますから、なんかそんなに自分たちとしては、うん、そんなに方言出してるイメージないじゃないですか、うんうん、どちらかというとなんかちょっと申し訳ないなって思ってますもん、標準語ぶってなんかあでもさ、なんかちょっ と, 周りが聞くと、うん、関西の人に近いのかもしれないですけど、うん、すごいなんか映ったとか言って、その方言が、うんうんうん、コメントでたまに書いてくる人とか、ツイッターでいるじゃないですか。使い方違うよってことか。ああ、なるほどね。なんかやっぱ分かるっていうか、うんうんうん、その文字字面でも分かっちゃうみたいな。そうだね。カットしてください。いや、大丈夫。俺らも多分思われてますから。あ、まあね、標準語とかで言ってる時、向こうの人に、うんって、イントネーション違うよって。靴とかね。そうそうそう。靴だろって。めちゃくちゃありますから。あるある。お互い様ということでね。うん。うん、はい。まあだから、ちょっと皆さんのそういうちょっと変わったことだったり、うん、まあそれこそ、俺らの放送を聞いた上で、うん、自分たちとの文化全然違う話してたなみたいなことを思ってるのがあれば、うん、あの時のあれ豊橋あれちょっとおかしいですよみたいなのも教えてもらえたらなと思いますね、何かあれば、うん、そうですね、うん、俺たちの当たり前が急に当たり前じゃなくなる、なくなる、ね、瞬間がありきますので、そしたらまたいいの集まったらこれ特集してやりたいですね。あ、いいですね、うん、やりましょうやりましょう、うん、はい、ということでご投稿ありがとうございました。ありがとうございます。これからもあの投稿募集してますので、はい、ぜひ皆さんお願いします、はい、よろしくお願いします。この話もし自分だったら、ありがとうございました。ではまた後ほど。